がもうデビューした30年経つそうですね、もうあっという間ですよ、はい、あっという間です、ね、これだけでも S 級でも分かれてやってる人やっぱり気持ちのあれが大きいですね、まあ、今すべてですね、まあ、体のこととか気持ちのこととか、はい、もう今でも転換したりはまくりにどんどん出しますよっていうか、まあ、それくらいの練習はできてますので、展開によっては、はい、狙って出るものじゃないですね。まあ、流れの中でどうしようもなくなったらっていう感じですよね。はいはい、もう当然、来年の今頃は、今頃しかね、来年はもうダービー出ますよと。あ、ね、はい、まあ、今年、一場所ずつ積み上げて、はい、その結果出れたらいいです。明日もコメント3番手って出したんですか？宮城、はい、3番手出したんですね。はい、岩木平の時一緒だった。あ、そうかそうか、そう、はい、あの時出てますので、じゃあそこから、はい、ね、よろしくお願いします、はい、明日うちのレジェンドもいますので、あ、レジェンド対決、写真ちょっと撮ってください。